はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴー鬼塚です。さあ本日なんですが、豪気デッキを作ったのでご紹介していきたいなというふうに思っております。豪気はね、やっぱりそのブレインズをね見ている方であれば、まあ好きなテーマだと思うんですよ。ゴー鬼塚っていうキャラクターがね使うテーマなんですけれども、この豪気デッキを使うにあたりまして、まあいろいろ構築試したんですけれども、あのね、はっきり言っていいですか、豪気で召喚条件がきつすぎるね。豪気って、まあ、いろんなモンスターがいてね、こんだけリンクモンスターもいるんだけど、まあ、ほぼ、召喚条件が豪気モンスター扱ってきますよ。例えば、豪気モンスター2体以上とか、豪気モンスターが2体以上、豪気モンスター2体とか、なんかほんと、豪気ばっかりなんですよね、その召喚条件が。で結構辛くて、で、その中で唯一めちゃくちゃ使いやすいのが、この豪気ザ・パワーロードオーガっていうモンスター。結局豪気っていうのは戦意速モンスターなので、まあイゾルデを絡めるとめっちゃ強い動きができるんだけど、イゾルデ絡めてもやっぱ出せる豪気モンスターが意外といないんですよ。そこでこのザ・パワーロ動画を今回はエースにしています。こいつがめっちゃ強くて、戦意速モンスター2体以上で作れるから意外と汎用モンスターではあるんだけど、こいつの、丸さんの方が1回しか届きませんと。1番目、このカードの打点は、リンクモンスターのリンクマーカーの合計かける200アップする自身以外のね。だから、まあ、他にリンクモンスターがいれば、なん打点がいくつか、上がるよみたいな感じですね。で、リンク召喚したこいつは、他のカードの効果を受けない。完全耐性ってやつですね。これがめちゃくちゃ強い。まあ、だから、相手の除去効果とか、無効効果とかも全部受けません。で、自分のフィールドの豪気リンクモンスター1体をリリースすると、そのリンクマーカーの数までフィールドのカードを破壊できるよ。これ自身もリリースできるんで、まあ、こいつをリリースすれば、4枚相手のカードを破壊するっていう。こともできると、除去効果持ってて効果受けなくて打点も上がるっていう、なんかすごい強いモンスターなんですよね。だから今回はエースはこいつです。でこいつを展開していくために豪気いっぱい入ってるんだけど、豪気は何が強いか、やっぱりね、展開力とサーチ力なんですよ。豪気は大体の下級モンスターが大体か全部かな、豪気モンスターはメインデッキに入るモンスターは全てのモンスターにフィールドから墓地を送られたらデッキから豪気カードを加えるっていう効果がついてまして、一旦にしてもね。なのでこれで、まあ、いろんな豪気持ってこれるんだけど、やっぱり一番強いのはこれ、これが本当にぶっ壊れています。これを3枚詰めるだけでマジで頭おかしいなってなってるんだけど、自分の持ちのレベルが異なる豪気モンスターを守備表示で2体特殊召喚できるよ。1枚が2枚に増えるカード、これがめっちゃ強い。しかも豪気のカードでサーチできるから、これでリンクをどんどん伸ばしていって、ね、リンク数を稼いでいくっていう感じのね、テーマになってます。で、まあ、先行展開とかは普通に動画でやってるんで、そっち見ていただければなと思うんですけども、基本的にはイゾルデを出して、で、イゾルデでリンクを伸ばしていくって感じですね。先行であれば、アポロウーサとかを立てて妨害していきますし、まあ、一番最強のムーブするとアポロウーサーと、これ動画でやってるけど見ていただければわかるんですけど、アポロウーサーと、ラスティバルディッシュと、パワーロードオーガーみたいなやつが、立ちます。で高校だったら基本的にはワンキを狙うんで、まあ、アクセスコードしてもいいですけど、まあ、豪気なんで、ザ・ブレードオーガーとか、を使ってこのフィニッシュフォールドっていうカードでワンキをしていくみたいなイメージですね。で、メインギミックはちょっとね結構ねパンパンになっちゃうんだよね。やっぱ戦術を2体並べらんないとちょっと弱いっていうのと、あと豪気モンスターを1体絡めた上でイゾルデを出さないとちょっと展開が伸びないので、意外とちょっと事故りやすいというか、まあ、事故りやすくはないか、まあ、ある程度、なんだろう、要求値は高いので、ちょっと誘発とかをちょっと抑えめにして、展開札に結構寄せないといけないっていう、まあ、そんな感じのね、デッキになっております。まあ、ちょっと、ぜひね、動かし方はご覧いただければと思うんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。先行いただいたので、割と強そうな展開を私は見せていきたい。スープレックスもある、来た、強い。増殖する G だったらいいよ、投げても。ちょっとうららは許さないけど、うららは許しませんけど、増殖する G であればなんとかなります。あ、いけるね。2体でリンク、まあ、一応ね、スープレックスの方がエフェクトベーラーって言われても、キリブレディあったんでなんとかなりましたね。で2体のモンスターでリンク召喚、豪気ザ・パワーロード・イゾルデ。さあ豪気パワーロード・イゾルデの効果と、豪気スープレックスの効果と豪気マンジロックの効果を発動。さあマンジロック、イゾルで、スープレックス効果でめっちゃサーチします。めちゃくちゃいっぱいサーチしますバカみたいにサーチします。ですね、これはですね、コストになれれば何でもいいな。こここれはだな、スープレックスで、マンジロックで、ヘッドバットで
スープレックスでコストになれば何でもいいから、これ何でもいいな、これ何でもいい、ここは何でもいい、まあ更新します、なんか何でもいいです、これでいいですか。でイゾルテ効果、そうイゾルテ効果でカードを1枚、装備カード1枚墓地送って、できればレベル1のモンスターを特殊召喚できる。でここで豪気ガッツを特殊召喚で、ヘッドラット効果、手札のアイアンクローを墓地に送って特殊召喚。これちなみにどっかで例えばニビルとか投げられてもなんとかなるんですよ。豪気再戦が発生できるから、ワンチャンもう一回立て直すことができます。はい、ワンチャンね。でアポロウサ、あ、なんかアポロウサくらいまでは多分いけると思う、ニビル立てられてもね。どっかでニビル立てられても、でここでアポロウサ出るから、アポロウサでニビルが無根できるから、もうここでニビルはケア完了ですね。でアポロウサでガッツとアイアン、ヘッドマットの効果発動していく。でここで2枚持ってくるのは、再戦と再戦、お再戦とお再戦、ヘッドマット効果、お再戦持ってきて、でガッツ効果で次のターンのお再戦を持ってくると。はい、これで最強です。そしてここで豪気再戦を発動、豪気再戦の効果により自分の墓地に存在する豪気モンスターをレベルが違えば2体まで特殊召喚することができる。まあ、ちなみには2体と必ず特殊召喚しかできないんで、レベルが違う特殊召喚できる豪気を2体墓地に用意する必要があるんですけどね。そして2体のモンスターでリンク召喚、豪気ブレイカーウィルスソードマンリンク召喚、そしてこのモンスターが総合リンク状態にの状態でリンク召喚に成功した場合の効果発動、コードブレイカーウィルスソードマンの効果によりデッキから、これはこっちでいいな、デッキからゼロデイを特殊召喚できる。そしてアイアンクローの効果発動、豪気アイアンクローの効果によりさらに豪気カードを1枚を手札に加えることができる。手札減ってねー。つえーつえー。手札減ってないの強、マジ強いんだけどこのデッキやばすぎ。でコードブレイカーウィルスソードマンでゼロデイを自分のフィールド上に特殊召喚、そしてコードブレイカーウィルスソードマンプラスコードブレイカーゼロデイの2体でリンク召喚、召喚条件はコードブレイカーを含むモンスター2体以上現れろ、豪気ザ・コードブレイカーウィルス・バーサーカー、そして豪気ザ・コードブレイカーウィルス・バーサーカーの効果発動、自分の墓地で存在する、あ、総合リンク状態の場合自分の墓地で存在するコードブレイカーを2体選んで特殊召喚することができる。さあ自分のフィールド上に2体特殊召喚していく。そして俺はコードブレイカーをウィルスソードマンとコードブレイカーゼロデイをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、召喚条件は闇属性モンスターに対象、現れよファットブライツラスティーバルディッシュ、ラスティーバルディッシュの効果発動、このモンスターの効果によりファントムナイツモンスターを1体墓地に送り、ファントムナイツマジックトラップカードを1枚セットすることができる。ファントムフォックブレード、これはまあデモンドチェーンみたいなもんカードですね。そしてファントムナイツダスティローブの効果、このカードをゲームから除外しデッキからファントムナイツサイレントブーツを手札に加えていく。そしてサイレントブーツはファントムナイツモンスターがいる場合手札から特殊召喚することができる。そして豪気ザ・コードバーサーカーと豪気サイレントブーツをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、豪気ザ・パワーロードが降臨。さあサイレントブーツの効果除外するとデッキからファントムナイツマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。さあヒレクスがいい、私の最強盤面に。これで一応魔法トラップカードの効果はちょっと無効にできないんですけど、モンスター効果であれば、6回無効にできます。はい、モンスター効果6回無効、一応パワーロード効果は何の効果も起きないっていうね。ソーラーエクスチェンジ、なるほど、ソーラーエクスチェンジか、手札1枚捨てたところでハリウラをぶち込んでいく。でこれで何もできなくなっていく。さあライトロードアーチャーフェリス君が墓地を食らったが、墓地暮らしもドローもできず相手は困っている。ハンドが4枚になった。さあこれは厳しいか。さあサモナールミナスを召喚していく。なるほど、ルミナスの効果、手札は1枚墓地の送り、墓地のライトロードモンスターを蘇生しようとしてくるが、その効果をしっかりとファントムライツファントムフォックブレードで無効にしていく。このなんか見えてるファントムフォックブレード2枚強すぎるね、これね。あまりにも強い。
しかもアポルーサ3200だからそんな方に突破できないでしょあれ。さあどうするんでしょうか。おっとフェネス除外してコラプサーベント、なるほどやるじゃないですか。まあとりあえずちょっと一回増殖する G だけ打ってきますね。さあ増殖する G の効果を発動してこれでリンク召喚などなどしてこようとしたところで結局増殖する G のことでめっちゃドローするからあんまり関係がないし、ザ・パワーロードオーガさんは何の効果も起きないんでめっちゃ強い。さあ2体でリンク召喚、マスカレーナいいだろ、マスカレーナいいだろ。でコラプ君の効果は一旦アポロウーサで無効にして、で相手のモンスターをサーチする効果止めてハンドが1枚、はいオッケー。もうほぼ何もできないんじゃない。何もできないじゃんこれ。おっとまだまだ手数ある、まだ手数あんの、もう手数多すぎだろ。カオスソルジャー開拓の使者、何てめえ長くやるな。カオスソルジャー開拓の使者は殴るって戦闘開始すると連続攻撃できるんですけども、まあ、そこはまあ普通にファントムフォックブレードで止めていく。はい、ファントムフォックブレードの効果、相手のカオスソルジャー開拓の使者の、攻撃を無効にしていく。おあいつもあいつら結構なんか手数多くて強えな。ただ、さあ来るか、トロイミア、ユニコーンかなんか。まあユニコーン出したところで結局アポローサの向こうさんがあんまり見ないけどな。今そんなに強いね、動きできないと思うわ、相手。まあこんだけ無効にしたらね、いやそれでも、相手手数だいぶ多かった方だけどね。こんだけ妨害敷いてるからまだ、俺なんもね、いだれ追ってないけどさ。じゃあですね、豪気ザ・パワーロード・オーガの効果、自身をリリースし。このモンスターのリンクマーカーの数だけ相手のカードを破壊することができるぜ。くたばれダガーン。つえーなんて強いんだ、なんていう強さ。スープレックス召喚、スープレックスの効果発動、スープレックスは手札から豪気モンスターを特殊召喚できる。ちなみに、こっから強引にちょっと豪気でワンキル取りに行っていいですか。めちゃめちゃ強引に豪気でワンキル取りに行くの見せるね。こことここで、まあお前これ豪気じゃねえだろって言われるじゃん。正直アポロウーサーで4妨害とかしてたら、あちなみに豪気ってめっちゃ先行弱いんですよ。妨害するモンスターいないので基本的に、だから他のねテーマのカードを混ぜないと多分先行やることないです正直。OCG ではね豪気グッドスタッフっていうあのデッキが結構昔にね、流行ってて、まあそれでは汎用リンクモンスターをめっちゃ並べるっていうデッキだったんですけども、さあ、豪気ガッツと豪気ヘッドバットの効果発動して豪気カードを2枚サーチすることができる。もちろんまずは豪気フィニッシュホールドと、それからまあこれ何でもいいかな、スープレックス持ってきて、そして俺は豪気ジェットオーガと豪気スープレックスをリンクマーカーにセット。召喚条件は豪気モンスターに対象、サーキットコンバイン現れろ豪気ザ・ブレードオーガ、そして豪気スープレックスの効果、そしてさらに豪気ジェットオーガの効果発動。ジェットオーガは墓地を変えた場合フィード上の豪気モンスターの打点を500アップする。そして豪気スープレックスは墓地を変えた場合豪気カードをサーチする。ピロ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 、そして豪気再生を手札に加えさせてもらうぜ。そして豪気ザ・ブレードオーガの効果発動、リンク先のモンスターをリリースし、このターンこのモンスターは2回攻撃することができる。そして豪気フィニッシュホールドを発動、豪気モンスターを選択しそのモンスターをリンクマーカーの数から1000ポイント打点をアップ、5900、2連打バトル、オーガアックス5900、オーガアックス2連打を食らえ、くたばれめちゃめちゃ強引豪気ワンキルでさ、まあライトニングストームあるんだったらまあ高校でもまあギリ耐えてるのか、まあ、ハーピーのハニボクとライトニングストームあるんで相手のモンスターと相手の魔法トラッパー全部ぶっぱできると言っても過言ではありませんけども、クリフォートデッキじゃんこれ。なるほど、クリフォート1から2から8のモンスターが同時に召喚可能、入れろ魂のペンデラム、天空に明け光のワーク、クリフォートエイリアスからのサクリフォート、ほうスキドルやめてマジで。まあでもスキドルぶってあってもいいか、ハーブル跳ねぼけでぶっ破できるわ。あなるほど、クリフォートアーカイブ
なるほど。これサクリポートはウララで止めちゃった方がいいな。まあ一回これをハルウララぶっこんで、まあクリポートツールをね持ってこられると一生アドバンテージ稼がれてめんどくさいの でここで止めといて、でもう妨害ないでしょ相手、まあ、クリポートね結構ドローソースがないと意外とアドバンテージ稼ぎづらいですからね。ペンデラムテーマですから、スケール貼ったらもう手札2枚使ってますしね。でまあ一旦ハーピーの羽暴起ぶっ込みます。ハーピーの羽暴起ぶっ込んでライトニングストーンぶっ込みでもいいけど、まあこうしてちょっと分からせるわ、分からせるわ、分からしていくわ。モンスターぶん殴るわ上から。これがワンキル方法ですよっていうね、これが伝説的豪気ワンキル方法ですよっていうのを皆さんにお伝えしていきたい。さあ2体の戦士族モンスターでリンク召喚、現れよ聖騎士の追走イゾルデ。そしてイゾルデリンク召喚成功時の効果発動、イゾルデはリンク召喚に成功した場合、戦士族モンスターをサーチする効果、そして、スープレックスの効果で豪気カードを手札に加えるという効果。まあ、これはどっちでもが先でもいいんですけど、一応効果発動できるんでチェーン1をスープレックスにした方がいいですね。一応だからでここはもうコストにするので、何でもいいです正直。こうしてで、こうするとなんかそんなこんな余計なことしなくてよかったな。イゾルテじゃなくていきなりジェットオーガでもよかったかもこれ。あでもジェットオーガじゃダメだ、召喚条件満たしてねえ、豪気にいたじゃねえから。でガッツ出すでしょ。で、ヘッドバット効果、ヘッドバット効果でツイストコブラを墓地のクリー自身を800アップさせながら特殊召喚、そしてこれコストにしたらめっちゃ強いモンスターいるじゃん、戻そうやっぱり、イゾルデとザ豪気ガッツを墓地のクリー、トロイマンユニコーンをリンク召喚、トロイマンユニコーンの効果発動、このカードあ一応チェーン1こっちか、チェーン1豪気ガッツでチェーン2トロイマンユニコーン、トロイメアユニコーンの効果によりサイレントブーツを墓地のクリー、相手のフィールドのモンスター一体をデッキへ戻す。そしてこれリンク先下にトロイメアユニコーン向いてるからなんとかなんだこれな。で豪気ガッツの効果で豪気再戦を手札に加えさせてもらうぜ。そして豪気再戦を発動、豪気再戦の効果により墓地で存在するスープレックスとガッツを特殊召喚、そして俺は豪気モンスター2体をリンクマーカーにセット、こっちでいいな。俺は豪気ガッツと豪気スープレックスをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン豪気ジェットオーガ、そして俺は豪気ジェットオーガと豪気ヘッドバットをリンクマーカーにセット、召喚条件は豪気モンスター2体以上、現れろリンクさん豪気ザ・ブレードオーガ、そして豪気ジェットオーガと豪気ヘッドバットの効果発動、ヘッドバットは墓地を送られた場合豪気モンスター、あー豪気カードを1枚手札に加え、そして豪気ジェットオーガの効果によりフィールドの豪気モンスターの打点を全て500ポイントアップする、そして豪気ヘッドバットの効果により豪気フィニッシュホールドを手札に加えさせてもらう、そして豪気ザ・ブレードオーガの効果、リング先のモンスターを1体リリースし、このターンこのモンスターは2回攻撃することができる、そして豪気フィニッシュホールドの効果発動、フィニッシュホールドの効果によりこのモンスターの点を3000ポイントアップ、5900、2連打バトルいけ豪気オーガアックス第2連打マジでザ・グレートオーガでワンキルしかしてねえ。あーまあライトニングストームはあるな、ちょっとさすがにね、まあ一応高校ワンキルする手段は持ってるとはいえみたいな感じなんですよね、まあ、ライトニングストーム踏んで踏んでで、踏んで踏んでみたいなことをちょっとしていければいるんですけど、まあ、結構やっぱ何もさ誘発ないと今先行で3妨害4妨害構えられるの簡単じゃないですか。ちょっとやっぱライトニングストーム1枚で返せないかなっていう気はしますよね。で2体でハリファイバーまた展開長そうだな、これもなめちゃくちゃなソリティア起きてるぞ、これやばいこと起きてるぞ何起きる、これ何が起きる、一体こっから何が起きるんですかね、
融合デスペアとベアトリーチェ。なるほど。あ、マスカレード、やば、やべえモンスター来た。使用料徴収おじさん来たじゃん。やばいんだけど、著作権使用料徴収おじさん来た。商標登録料徴収おじさんで、回収して、赤の楽園でさらに融合していく。出た、これ2体目かこれ。やばいぞ。デスピアンアドリビデム、いや、アドリビデムはやばい。で、マスカレード出てきた。やばい、2体目。これで1200万円の、著作権使用料を徴収されていく。融合発動。これやばくね、これ3体出んじゃん、これ。嘘でしょ。セレーネとデスピアンで無理じゃね。あ、これソリティアでもいけんだ、これ。これ無理じゃね。でも、いや、1800ライフは無理やで。著作権使用料で、で、これ豪気スープレックスは商標登録されてる。これは商標登録されてる。はい、1800ライフ削られていく。で、豪気スープレックスの効果で豪気モンスターを並べていく。はい、これ楽園開幕が落ちてるからさ、これなんかライトニングストームもし打てたとしても意味ないんだよ、これ。これ無理じゃね、これ。無理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 、全然無理、全然無理ですけど。カード使用料取ってくんの、やっぱおかしくない？